朝の部隊は満州国軍にあった白系ロシア人部隊の通称。関東軍の指導を受け、対ソビエト連邦の重報破壊工作を目的に編成された。通称名は初代部隊長、朝の武士にちなむ。1917年のロシア革命とそれに続く、ロシア内戦により、本国を離れ満州国内に居住していた白系ロシア人は約7万人であった。 その居住分布は、ハルビン近郊に約3万人、ハイラル周辺に約2万人、ボタン港周辺に約1万人となっていた。関東軍のハルビン特務機関は、対ソ連情報活動や、有事の際に利用できるようにするためにも、白系ロシア人を統一把握したいと考え、1934年に白系老人事務局を設立しその内面指導を行っていた。 また、関東軍の対祖作戦計画の基本は、西守、東治であり、北正面において、シベリア鉄道が満蘇国境近くを走行しているという、戦力的弱点に乗じ、ゲリラ戦による、鉄道破壊などの威力暴力が研究されていた。そして、そのトンネル、鉄橋等を目標とした、鉄道破壊には、白系ロシア人を含む、暴力部隊を、 平素から訓練しておく必要があると考えられていた。1936年末頃、関東軍第二課長、河辺虎四郎大佐の発想により、白系ロシア人部隊の編成構想が具体化され、第二課山岡道部参謀とハルビン特務機関を野田、干渉佐が部隊の創設業務を担当した。要因は、ザバイハルコサック移民部落のある、 公安北省三河地方の一般軍事教育を終了した青年を中心として、その他ハルビン市民や旧統制鉄道南部の住民、脱走ソ連兵も少数含まれた。1937年6月、満州国治安部に属する部隊として、白系ロシア人部隊が設立された。指揮官には、ア野ノ満州国軍中高が任命され、通称、 朝の部隊と呼ばれた。ハルビン近郊の第二小河工鉄道橋のあぜにあった旧ロシア軍兵舎を駐屯地とし、コサックを主とする騎兵にこれんよりなった。幹部は日本人、ロシア人、満州人の根性で覆面部隊としてその存在は秘匿された。表向きは満州国軍の一部隊として処理されたが、実際には 関東軍ハルビン特務機関長の指揮を受けることになっていた。朝の部隊の目的は関東軍の命令により平時、戦時問わずソ連領内に潜入しスパイ工作、破壊工作などによってソ連を内部から崩壊させることにあった。隊員の教育訓練は潜入、偵察、破壊の暴力技術を主としており、例として鉄道、工場、 軍事施設の爆破、列車の転覆、放火、ビラ散布、とか訓練などを訓練した。用語はロシア語を使用し、部隊は外部との交渉を遮断していた。隊員は、頭髪を挑髪とし、隊内では、満州国軍軍服を着用、外出の場合は、軍服の着用が禁止された。その他暴略用資材として、現行ソ連軍と同様の軍服、ソ連紙兵、 その他一切の傾向品が動員用に用意されていた。1941年の編成表によれば、松花江の第一第2連と横道川湖の第3連の兵員数は約700名であった。北満鉄道東部線ハルビン、ボッタン交換にある横道川湖付近には、北鉄接収以前から有力なロシア人森林警察隊があり、 ハルビン特務機関の指導員が出て、軍事訓練や、暴力教育を行っていた。1941年の関東軍特殊演習を機械に改編、王道川小部隊として満州国軍に編入され、松花屋佐野部隊の兄弟部隊として、関東軍上報部の指揮下に置かれた。王道菓では、 不評隊編成後も引き続き、森林警察訓練所で、白系森林警察隊員のほか、時事白系鉄道警護隊員を招集し、軍事訓練を実施していた。1944年、この森林警察訓練所の主力は、王道川湖不評隊と合同され、その編成は、本部、通信範1個、不評連2個となった。西のハイラル地区における、三河付近は、 ザバイカルコサックの中心地として反共主義を掲げ、その結束も強かった。1941年の赤徳園の際には、白系路人事務局長、アレクセイ・バクシエ,エフが、祖国復興を熱望する青年約100名を自主的に動員し、関東軍に協力を申し出た。情報部ハイラル支部は、威力暴力要員として、約3週間の特別教育を施した。 ロシア内戦時にパルチザン隊を組織して戦ったコサック隊員、アイエペシュコフを隊長とし、陸軍中野学校出身の久保森田隊員と歌手間1名がついて指導を行った。ハイラル支部は情報部長の許可を得てこの隊をコサック警察予備隊とし、松花江の朝の部隊から馬を約80頭無償で補完転換を受け、兵器は日本軍から融通した。 服装は、ザバイカルコサックのズボンとルパシカ、軍帽を作り、1942年には、弊社が完成、軍機も制定した。1943年、この警察隊も満州国軍に編入され、朝の部隊の別動隊となった。1939年夏に発生した、ノモンハン事件において、ハルビン特務機関は、ソ連モンゴル軍の情報収集や、 対素網謀略工作を行うため、第一第二野戦情報対応の門藩へ出動させた。この隊員は、日本人工作員のほか、朝生の部隊白系ロシア人、満州国軍人、脱走外蒙軍人で構成されていた。戦場では、捕虜の取り調べ、無電気による敵情報の収集、報告、謀略工作等を行っていたが、 ソ連軍戦車集団の激しい集中攻撃に巻き込まれ死産してしまった。ルハロボ・マグダガチバクガーカモメウラ、黒川カンカワ朝の部隊の進出地点と目標地点1941年、関東軍特殊演習が開始されると日本人挺身隊、白系ロシア人部隊による威力暴力準備が実行に移された。その構想は満州北端。 黒川省の幕が、鴨目浦各付近に選抜隊員を進出させて、隠密に偵察、訓練を行うとともに、玉幕薬、医療など、戦闘物資を集積し、体制が整えば、この両地点から、ソ連軍軍服をまとい、国境を突破して、マグダガチ、ルハロボ付近に進出して、シベリア鉄道を遮断しようと企としたものであった。8月中旬、が、浦には、 村田武教少佐をはじめとする中野学校出身の将校、歌手館、その他工作員が派遣され、偽名を使い満州国国境警察隊員に身分を隠し、本体進出の準備を進めた。また幕下には日本人からなる特別挺身隊がいち早く進出した。1942年に入ると開拓義友団から有能な訓練生10名が増派され、挺身隊もまた、 満州国警察官に偽装して、村田少佐らの作業を援助しながら、時期の到来を待った。朝の部隊主力は、ノンジャン上流の天川特殊移民部落を基地として、全部隊の訓練を実施した。その中より選抜した、相田正光上場以下約40名は黒川、鴨目浦を経由して、1941年12月までに、幕画付近に進出。 猛訓練を行いつつ待機した。朝の部隊長以下約120名は、同年9月工場輸送により鴨目浦へ入った。こうして、停進攻撃の準備は整ったが、結局対処戦は行われず、鴨目浦部隊は1942年夏、爆画部隊は1943年6月頃、それぞれ現地打ちに撤退期間した。1944年9月、 関東軍情報部長、土井明雄少将は、当時の情勢上からできるだけ、体操刺激を避けることを目的として、従来秘密部隊であった、朝の部隊を一般部隊に切り替え、白系ロシア人青年の団体的訓練所たるものと、するよう改変を行った。元コサック大佐、ヤコフ・スミルノフを、満州国軍上校に特別任用して、隊長とした。スミルノフ情報以下、 幹部全員が白系ロシア人軍官となり、情報部から中野学校出身の将校、歌手官が教育、連成、管理全般の指導顧問として派遣される仕組みとなった。兵士は一般万州国軍と同様に志願者から採用し、在営年限は9年半が標準とされた。部隊創設以来長く、隊長だった朝野府市情は、ハルビンの情報部本部で、 白系ロシア人部隊の運営、訓練に関する第4班の顧問となった。1945年4月、関東軍総参謀長、畑彦三郎中将は、内外の情勢に鑑み、大疎緊急措置の一環として、白系ロシア人部隊を解散するよう指示した。こうして6月上旬までに、松花石緑部隊、海辺下下部隊、王道川湖部隊及び、 森林警察訓練所は全部大会退された。その後は隊員の中で希望者を持って勤労団を組織し、情報部援助の下で農耕や平和的建設作業等に振り向けることとなった。同年8月、ソ連対日参戦にあたり、ハイラルではかつての海へしゃげしか部隊の一部が集結して白系コサック部隊としてソ連軍の背後で、 遊撃戦を展開しようと行動を起こしたが、連絡の不備と誤解した、現地日本軍の攻撃を受け隊長一家がその犠牲となった。8月15日、朝野上皇のところへ、かつて朝野部隊の対助幹部で特に信頼を寄せていた、クルゲン・ナゴリャン将校が現れ、進駐してくるソ連軍本部へ同行するよう求めた。朝野上皇は実質において、 生産加量のみ自決を図ったが、ナゴリャン症候に発見され、昏睡状態のままトラックでソ連軍司令部に運ばれていった。ナゴリャン症候は、終戦前からソ連軍と通り上しており、日系軍艦の敵発に力を貸していた。この他に、松花江部隊長、スミルノフ上校をはじめ、白系路人事務局幹部の中にも、 ソ連の内通者がいたことが終戦後判明している。ありがとうございます。